はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、デカ盛りの街調布に来ております。僕の動画では今日伺うお店さんはね、かなり久々にお伺いするんですけれども、もうね、調布といえばピンとくる方もいるんじゃないでしょうか。本日はですね、大食いの YouTuber にも大人気、そばどころ若松屋さんにお邪魔しようと思っております。本日はですね、チャレンジメニューでございますご飯物を、まあ、お願いしているんですが、それプラスアルファでね、ちょっとお蕎麦なんかも食べていこうかなと思っております。ということで早速ね、お店着きました。こちら本日お伺いさせていただきます若松屋さんでございます。若松屋さんはね、もちろん蕎麦どころなので、いろいろなこうやって蕎麦屋さんのような一品物多数ございますが、それに加えてですね、こんな感じでチャレンジメニューも多数ございます。本日ですね、僕がいただきますのは4キロあるチャレンジメニューにプラスお蕎麦なので、できるだけですね、楽しく美味しくがっつりとね、チャレンジ挑戦していきたいと思います。ということで、ただいまですね、若松屋さんの店内に入ってまいりました。久々に来ると、このね、ちょっとカメラには映りきってない後ろのサインがだいぶ増えております。ちなみにですね、こんな感じでこちらの若松屋さんのデカ盛り完食者の写真がね、ずらーっとあるんですが、僕がちょっと今こちらにいます。懐かしい、この髪型やばいね。もう懐かしのサイン、もう2018年のがございます。こういうのね、残していただいてるのはありがたいね。もうね、僕のサイン見る限り、多分5年ぶりぐらいに来てるんだけれども、本日はですね、数あるねチャレンジメニューの中から、メガカツ丼天丼焼肉のトリプル丼ということで、総重量が4キロで、これ名前の通りですね、カツ丼、天丼、焼肉丼と全てがね、こう合わさった美味しい丼となっております。でそれプラスで特大のかき揚げのそばがあるみたいでして、ちょっとね、どういうものか気になるので注文させていただきました。今回のこちらのチャレンジメニューの方が制限時間が40分、失敗の場合でも料金が3000円ということで、お得すぎる、もうリーズナブルなねチャレンジメニューとなっておりますが、本日はですね、こちらの絶品若松屋さんの料理をいただいていこうかなと思います。ということで本日の料理が到着いたしました。とんでもない。こちらのチャレンジメニューに関しましては、ご飯物にお味噌汁、これがセットで約総重量4キロとなっておりまして、プラスで注文いたしましたこのお蕎麦ね、これね、ちょっとカメラ越しで伝わるかわからないんだけど、もうとっても大きいかき揚げでございます。それではですね、本日チャレンジメニューということで、もちろん朝から何も食べておりません、空腹の状態ですので、早速出来たての料理いただいていこうと思います。それでは用意スタートということで、いただきます。うまそう。ひとまずこのカツがさ、うまそう、とろっとろよ卵。ちょっとね、これ見えますかね、うまそう。いただきます。うまっ。この甘辛い味付けに、しかも似てるのに、ちゃんとね、カツの衣のサクサク感も残ってて、うまい。うまっ。また炭水化物がさ、体に染み渡るわ。ちょっと焼肉もいっちゃおう。甘辛ベースの醤油味付けなんだけれども、この割り下よりも、まあ、もちろん甘さは抑えめで、この生姜の香りが効いてるのね。これがうまい。ちょっとレンゲでご飯いっちゃおう。うまっ。なんでこうもさ、このお蕎麦屋さんの、もちろんお蕎麦も美味しいんだけど、丼物って美味しいんだろうね。
湯気立つような厚さのこの料理が美味しいわ。熱い。そしたらこの辺りでこの天丼ゾーンもいっちゃいますか。具材も相当入ってるよ、まあ、エビもねこれ贅沢に3本ぐらい入ってるんで、もう最初からエビいきます。うまっ、うまっ、まあまあ、いや僕もねもう5年ぶりですけどこの美味しさ改めて思い出したわ。まあ、ちょっとそろそろこれもチャレンジ外ですけどお蕎麦も伸びちゃうんでね。蕎麦どころですわ。うまい。お蕎麦もうまい。ちなみにね、まあ、ちょっとご説明しましたけど、こちらのお味噌汁も約ね1リッターぐらいあるみたいでして、これもチャレンジメニューの対象メニューとなっております。でこのチャレンジメニューね、お新香もつきまして、付け合わせのこれしば漬けもね箸休めにいただきたいと思います。今ちなみに制限時間10分超えたあたりぐらいですね。量に関しましてはこれご飯物はもう半分以下にはなってるかな。でもこれちょっと急がないとお蕎麦も伸びちゃうんで、このあたりぐらいからしっかりと大食いモード入れますか。もう15分過ぎてるのか。この大きいかき揚げも考えたらできればね20分以内にはこの丼は食べきりたいんだけど、どうだろうね、厳しいかな。今20分経ちましたね。具材はほぼ完食して、今こんな感じで残りご飯のみって感じですかね。うん、ということで今ですね、僕が注文しましたチャレンジメニュー、こちらトリプル丼に関しては丼物、お味噌汁、お漬物と全て完食いたしました。ここからはですね、僕が完全に勝手に頼みました追加の特大のかき揚げそばのみでございます。これ入れちゃいますか。でっか、器にね収まりきんないサイズのこのかき揚げですわ。このかき揚げすごいね。結構もう5分ぐらい食べ続けてんのかな。全然ね普通のかき揚げよりもまだまだでかいぐらい残ってるわ。ということで、ただいまですね、37分ということで、本日のね、メニュー完食いたしましたが、追加でですね、注文させていただきましたお蕎麦は、スープ飲みきらんかな。
ちょっとこれはチャレンジ外で今ねゆっくり飲もうかなと思います。まあちょっとねかき揚げのカスも残っちゃってるしね。はあ、お疲れ様でした。ということで改めて完食いたしました。腹いっぱい。ちょっとね、調子乗ったね。最後このチャレンジメニューの後のかき揚げてか揚げ物なかなかお腹きました。まあ、僕らはね、動画の方ではだいたいチャレンジメニューが多いかと思うんですけれども、もちろんですねお客様ひっきりなしに訪れるような大人気店の蕎麦処ということで、いろんなね定食メニューだったりもちろん絶品のお蕎麦多数ございますので、ぜひ皆さんもですねこちら若松屋さんで美味しい料理食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、まだですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、ぜひね、そちらもお確認いただければと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。お腹いっぱい。じゃあね。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。今回のですね、このエンディング、米編コーナーではなくて、久しぶりに近況報告をしようかなと思います。いや、というのもですね、本当にちょうどこの、動画をね編集しているタイミングで、僕家でラーメンを作っておりました。まあ、なんでね今回ラーメンを作ったかと言いますと、大食いのねメンバーが、我が家に来て僕が作るラーメンを食べてくれるということで、もう嬉しくてたまらなくてね、全力で2日間かけてスープから麺から全て作ったんですけれども、ちょっとねこの後あと4時間後にはみんな来て、まあ、食べてもらってね感想をいただく形になると思うんですけれども、やっぱりいいね。こう僕らのこの YouTube ってなかなかねやっぱこう1店舗でさ同じ YouTuber が同じ料理を別の角度から撮るだけのコラボって、まあ、もちろん楽しい。人によってねその編集して使う場所とかも違うから、もちろんそういったコラボも楽しいんだけれども、ただやっぱりさこう他の YouTuber さんみたいに別の企画と別の企画をやるみたいなのってなかなか難しいんですよね。うん、やっぱその大食いでコラボで別の動画を撮ろうってなると、結局2人ともね、倍の量を食ってでやっと自分の動画を上げるっていう感じになっちゃうじゃないですか。この1件につき1人上げるみたいになると、だからねなかなかコラボとかもする機会もなくて、仕事で一緒に会ったりとかする機会がやっぱ少ないんですよ、仲良くても。でこのコロナの時期になってね、その前は結構飲みに行ったりしたんですけれども、こう仲間内とも、まあ、私生活で会う機会がめっきりと減ってしまったので、いやこうやってね食べに来てくれるとか、まあ我が家でねこの後飲むんですけれども、そういった時間本当に幸せだなと思いますね。で今回ね来てくれる大食いのメンバーっていうのが、ドラコくんとゾウくんと、腹ペコツインズ、これね4人来てくれるんだけれども、いや僕もね、普段からラーメン屋の店主さんとかあとは仲いい人とかを呼んでね、自分で自作ラーメンを作ってで、まあ飲みながら食べてもらうっていう機会をちょこちょこやってるんだけれども、やっぱりねこんだけ大食いメンバーが集まると、こう作る量がめちゃくちゃ増えるわ。うん、やっぱり自分たちもね、動画を撮影する際にこういう気持ち天さんも味わってるのかと、いや思いましたね。こうプレッシャーなのよ、足んなかったらどうしようみたいな、うん、なんかその気持ちが分かりました。だからこう撮影行く時にね、こう愛情盛りってものがあるんだなと思います。やっぱの深刻よりも足んなかったらどうしようと思って、やっぱちょっと気使ってくださってね増えることが多々あるんですけれども、まあこういう気持ちなのかと、まあ、その作り手側のね気持ちも分かりました。いやちょっとこの後ドキドキするんだけれどもね、まあせっかく家まで来てもらいますから、美味しいと言って帰ってもらえるようにね、この後もちょっと仕込みまだまだ残ってますんで頑張りたいと思います。でこういったねお話だとか SNS で発信すると、まあ、ありがたいことにね、その僕の作ったラーメンを食べてみたいという視聴者様もね、ちらほらとコメントをいただきまして、こうラーメン屋さんのね店主さんからもうちで限定でちょっとやってみるみたいな、これが冗談で言ってるのか本気で言ってもらってるのかわからないんだけれども、まあそういったね店主さんに
甘えさせていただけるのであれば、ぜひですね、あの僕の作ったラーメンが皆様にもね、こう限定メニューにはなっちゃいますけれども、食べていただけるような場が今後できればなと思っておりますので、もしですね、そういった営業する場合には来ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで本日の米編コーナーというか雑談コーナー、終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。